スロタク第5話ということで始めていきたいと思います。神宮寺拓と申します。よろしくお願いします。今回もスロット実践動画始めていきたいと思うんですけども、本日はもう台も確保しておりまして、今回はスロットではなくてパチンコの方で、さっきあちが編のパチンコを打たせていただきたいと思います。まあ、罰ゲームの方なんですけど、まあ、今回実終わり次第やるんですけど、まあ、今回の実戦で、今までの通算のですね、通算の実戦の今までの通算の定まをまくり切れたら、罰ゲームなしという方向なんですけど、1回戦目葉月さんとで、2回戦目が、金太さんとで、3回戦目が、舞茸さんと、定まバトルさせていただいたんですけど、すでに総合の負けが、4万発ほどパチンコで換算するとですねありますので、まあ、本日4万発以上出れば罰ゲームなしということで、まあ、僕すごくさっきも麻雀もね大好きなんで、愛の力で4万発出していこうかなと思います。それではお早いですが行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではパチンコさっきあちが編打っていきたいと思います。よろしくお願いします。折り変化しました。カードもついてますね。この保留です。どうだ、 SR を1個ストックしてます。いいよ、もう1個行こう。ネクストネクストぐらい行くだろう、さすがに。はい、ネクストですね。これが疑似練習になります。あー、お、ダブルストック。おお、ギミックカード2個取りました。これでギミック2回は発動しますね。で、これがさっきの SR カードの、ストックを使ってギミック2枚カードを手に入れたって形ですね。お、イーピンギミック発動。これが今光ってるのが今ギミック1回発動です。で、この今アイキャッチエースが一瞬出たんですけど、これが水着だったらチャンスアップになります。お、いいですね。リュウカかわいい、リュウカすごい好き。このアイキャッチエースですね、これも水着だったりしたらチャンスアップになります。まだギミック1枚カードあるんで、お、いいですね。揃って赤文字。おお、限界を超えた力温情寺。トキちゃんめっちゃ好きなんですよ。トキリュウカが一番好きなキャラなんで、このリーチで当てたいんですけどね。一応赤文字でも緑ですね多分。で、この赤帯が熊の身柄とかにもなったりするんで、その時は大注目ですね。ここからはいいですね。激闘ギミック、あー、激闘ギミックが発動するんだ。イーピンギミックじゃないんですね。これはちょっと厳しいかな。緑ですね、残念ながら。おお、当たりましたね。早速、20回転目で当たりましたね。なんだ今の、すごい。やっぱ一番好きなキャラのリーチで当てられた、本当に嬉しい。よしよしよし、あとはね、格変取るだけですね。で、格変確率、格変突入確率ですね、失礼しました、は 60% になってます。なんでここで 60% を取ると。コカジプロも可愛いよ。はい、ここから対局スロットチャレンジに突入します。はい、で、これは3ゲーム間の、
て言うんだろう、あーダブルテンパイなのに、チャンスアップでねこうやってあるんですけど、取った時に痛いな。これ先鋒戦が止まったんで、これで、この後の発展が先鋒戦が先鋒戦以上が確定します。おお逆回転してる、熱い。これで水着が止まったらかなり熱いんですけど、あー副将戦、これで、先鋒戦のリーチだったんですけど、これが副将戦のリーチまで上がりました。これ上げ上げ、あ上げか、今のは上げで止まってるんで、上げはチャンスアップになってます。忙しい説明がごめんなさい、なんかうまく説明できてなかったら申し訳ない。これで麻雀ファイトバトルモードか突入してます。おカウントダウン始まった、あれいいな、たまにはパチンコも楽しいですね。おーいいよ、お攻撃いった、これいけるんじゃない、ゼロ、おーいった、当たりました、よかった、格変だったってことですね。おー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 おお、バイブがすごい、ボタンの見えてないかもだけど、いいですね。はい、おーっとこれは役満かな、おー出ましたね役満ボーナス、これが本気で一番出玉数の多い ボーナスというか大当たりになります。さてこれで対局スロットチャレンジにまた舞い戻ってまいりました。ここすごく大事だからな、この3回転、おーいいですね、水着でお願いします。おーっと水着止まりましたね、これで地方戦ハイパーの方になります。さっきのリーチがハイパーの方になりますね、よいしょ、お上げさらに上げハイパーでチャンスアップの上に上げでまたチャンスアップですね、もう一個取ろう、おー副将戦まで上がりました、大将見たい、すごく大将が見たい、大将が見たーい、あーはー、これ上げ取ってたらねすごく強いんですけどね、上げ上げなので、ハイパー副将戦上げ滝森新太、新太ちゃんばっかだなあっちがレジェンド型ってよく意味がわからないけど頑張りましょう、全体が落ちそうです、だそうですリーチ、もう またなんか漫画パン屋をトイトイしかないような気がするけど、え3連合が何かあった今、1位で大将につなぐ、まあ、あるとしたら3連合、みんなのためにいけ、やっとやっと決着がつきました、フィーバーすごいすごい、ここのキャラも可愛いな濃厚3色、あ、やっぱ3色がありますね、3色濃厚が、これでマンガンボーナス、マルちゃんやったよ、これが一番下の4ラウンドボーナスかな、ボーナスっていうか4ラウンドの大当たり、はい
これで対局スロットチャレンジ、ここ本当に大事。お、いいですね。地方戦、松見優ちゃんですね。お、覚醒ポイント、お、20はでかいんじゃない。やばそう。おお、よかった。何かはもらえると、これで。お、引けだ。おお、また復唱戦。新田ちゃん出番多いな。復唱戦、滝森新田。ファイト新田ちゃん。ゴブゴブか。お、いいですね。どっちだ。緑っぽくない？青か、残念。あー、終わったかな。負傷戦で終わるのやだな。あー無理だろ、もう強すぎるよ。ヒタデーション、やめてー、マイルさん、いい層だけは白でお願いします。残念、これで確変終了と。あー、でもまだ分かんない。あー、終わり確変終了ですね。これで復活モードに突入して時短でしたということで、10回転の時短がここであります。お願いします。食べそう。あー、残念、3連ですね。2700一発ということで、左打ちに戻して左打ちです。左打ちに戻してください。実戦終了ということでまあさっき、はい、先あちが編ですね、打たせていただきました。まあ結果と申しましては、当初のね、あの罰ゲーム回避目標、今までの3枚バトルの3枚全まくり4万発、まあ最初からちょっと望み薄ではありましたが、まあそれを目標に臨みまして、結果総投資500円ということで、で回収が765発ということですね。3枚は285玉プラスということで、まあ200円ちょっとかな、200円ぐらいか、え、うん、プラスで終わりました。はい、だからあと200倍あれば今日の目標クリアだったということで、まあ残念ながらこの後僕は罰ゲームに連れて行かれると思うんですけども、頑張って罰ゲーム終えたいと思います。さっきあちが変なんの、ん、さっきあちが変のパチンコなんですけど、すごくやっぱり面白かった。まあパチンコっていうものを僕はあまり触ってないんですけど、好きなねタイアップ、アニメのタイアップで、しかもね、この自分の動画で打たせてもらえるということで、すごく楽しんで収録できたと思います。皆さんもぜひよかったらね、ちょっとでも触ってもらったらすごく嬉しいです。特に麻雀好きの方、先好きの方は絶対楽しめる台だと思うので、よかったら一度でもいいんで打ってみてください。よろしくお願いします。歌もねすごく良かった、ミラクルラッシュがおすすめです。
じゃあ今日はこの辺で終わっていきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。本日もありがとうございました。はい、スロタクの罰ゲームですね。サマーイバトルの罰ゲームで今回はですね、まあ、福岡の某所にあるバーに来まして激辛ホットドッグですかね、死神ドッグらしいです、食べていこうと思います。罰ゲームなんで多分辛いんですけど、いやでも意外にね、おもちゃいけるんじゃないかなって思ってる自分がいるんですよね。そう、店員さんの目もある中でね。いただきます。食べるじゃない。え、でももう一口。いやいや全然。もう一口。いけますって。もう一口。はい。いけます。え、せっかく作ってもらった。はい。美味しいか美味しくないかで言うと。ソースからあったら美味しいです。いつかここまでいいっすよね。いやいいっすよね。だって100が3個しかないじゃないですか。いやその中でちょっとこううまく編集してもらえればいいから。はい、ありがとう。この後ちゃんとスタッフが美味しくいただきますので、スタッフは美味しくいただきます。ここで罰ゲームは終わりにしたいと思います。皆さんお見苦しい動画だったと思いますが、ありがとうございました。サマイバトルにお付き合いいただいた先輩方も本当にありがとうございました。お見苦しいところすいません。それでは また皆さん第6回かな5回かな6回かな、もうちょっと頭回んないけど、でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。